お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと急遽カメラ回してるんですけど、これ何っていうとね、まあさっきから30分ぐらい食事前にね、ちょこっと打ち合わせして、まあ、ここにあのリリちゃんいるんですけどリリちゃんのね、はい、増えてきたね。登録増えてきましたね。あんまりちょっと既存の方たちが好きな内容かわかんないです、うん、化粧動画とか上げてるんで、また面白いんで、ぜひ見て。で、まあ、さっき、まあ、いろいろ日報とかいろんな、まあ、入ってどれぐらいだ、ジムがいろいろやめて、1ヶ月ちょっと。入って1ヶ月ちょっと。はい、で、まあ、今、日報とかも毎日集計みたいな仕事をしてるんですよ。どんな仕事だ？給料関係ですね。給料関係をやってるんだよね。はい、で、まあ、いろいろやってる中で、まあ、俺はこいつを泣かしたわけですよ。で、まあ別に、あの、嫌な泣きじゃないよな。俺がどうなったとか怒ったとかじゃないよな。まあ、話の中で泣いて、まあ、なんで泣いたんだって、いや、なんで泣いたんだって。もう、悔しいからですね。悔しい。自分で。泣いてるで、泣いてるから動画撮っていいって言ったら OK 出ましたんで。いじめてるわけじゃないよ、視聴者の皆さん。だけど、なんかすごい楽しいんだけど、俺。いや、もう後ろにおるからね、みんなスタッフがね、はい、ね、声ぐらい入れてるよ。なんか俺ここでいじめてるみたいな意味になっとったらさ、おかしいじゃん。まだ入って1ヶ月ちょっとで、単純な仕事なんですけど、何って言ったら日報を15日にまとめてやっとったから、うん、結局わかんないわけ。職人が間違えたとかで、あの、結局 LINE みたいなもので毎日報告と日報システムみたいなのやるんだけど、こっちが合わないんだよな。15日に1回は紙で個人個人で書きなさい。で、それを3つ合わせますって言ったのに全然合わなくて、前の前任も結構苦労しとったんだけど、だからもう毎日やる。来たらもうとにかく昨日のことやつ全部やる。で、その2つだけ合わせておかしかったら電話しろって言ったんだよな。で、どうだった？ダメですよね。かいい、大丈夫、本当に大丈夫。笑い方や。ほとんどやめるか。ちょっと、なんか楽しい。楽しいんだったら続く。それ言うと思う。俺は楽しいよ。俺、悪魔のもんだって。悪魔だ。この動画を見て、私も今後、改善したい。うん、あ、でも、怒ったとかじゃないな。そうです、ね。なんで投げた？いや、もう本当に自分ができなさすぎて。言われたことを理解してるんですけど、うん、そのことに対して、ちゃんとやれてない。うん、例えば、どういうこと言われたか。例えば、そうですね、疑問点が浮かび上がったのにそれを社長に聞かないとか、うん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 、自分自身何をどこまで社長に聞いていいか分かんないっていうのがあって、うん、でも別に何でも聞いていいわけじゃないですか、うんうん、なのにこれは質問に入るのかとか、うん、これは質問に入らないのかっていうふうに勝手に分けちゃうんですよ、うん、自分の中で、ね、性格がきちっとしてるから、今日もじゃあちょっと打ち合わせやろうって言っても、はい、パソコンだけ立ち上げて画面だけ出したら読んでみたいな感じだったのに、はい、印刷かけ出してなんかきちんとしたいんだよな、多分性格がな。そうだよな。なんですけど、うん、まあまあそれくらい俺は視聴者の一つ、あ、面白いなと思ったのは伝えてあげたいなと思ったのは、やっぱうちの会社もこうやってやっぱいい子がやっぱ多いんだよね。名前はなんだろう。何ですか。ニックネーム。うちです。うち。なんでうちなん。大学の時に硬式テニス部入って、うんうんうん、で硬式テニス部初めてだったから、うん、素振りの練習をしようってなって、うん、素振りをやってたんですよ、うん、先輩が私の素振り姿を見て、うんうん、めっちゃ内股じゃねってなって、ちょっと待って、全然関係ないちょっと待って、嘘、めっちゃ内股じゃねってなって、うん、内股のうっちーっていう。嘘、ちょっとやってみて、ちょっとやってみて。ちょっと待ち上げて、いきますね。はい。1、2、3ってやってる、ここの足が内股だったらしいです。今内股じゃないじゃん。うん。強制したんで。そういうことね。多分、当時の素振りは。当時の素振り。当時は、うん、こんな感じ。まさかの。嘘。で、ウッチーってなんだろう。じゃないけど、あの、いじめて泣いてるんじゃないからね。やっぱり自分の悔しさに泣くから、成長するんかなと思うの、これは。ちょこちょこ出てくるよね、これが。はい。いいの？大丈夫？大丈夫です。泣き虫ウッチーは。多分、泣く動画の方が多いかもしれないです。まあでもどう？楽しくやってる？仕事やってますね。だけど、まあ、でも顔見てたらわかる。なんか悩んでんな、こいつみたいな。うん、すぐ顔に出る。もやもやしてるんだろうな。で、それを自分でなんか言えない環境っていうか、自分がいけないんだろうな。はい。なんか別にみんなの地位だよね。で、一生懸命やってるから、成長してるから、ね、し、そう
なればいいんじゃないと思う。何やってるんですかこれは。気配切り。あ、ちょっと俺、はい、偉いな。半分で気が分かんない。俺古すぎる、ね。お前だけそれいかんだろう。お前いかんやつだろ。ダブリーかな。いや短いと手やつバン。あー、あー確かに長めの方がいいですね。ちょっと長めじゃない、手やめちゃくちゃ痛い。俺も薄いんだよ。絶対別にやばい。じゃあ、ダンボール。ダンボールでいいだろう。ちゃんと見えてないですか。見えない、見えない。うっすら光は見えるか。見えます。光って、お前は見ねえけど、こうやってなんかちょっと所々なんかよく見たら見える。え、嘘見えてるんですか、社長。いや、なんか外めっちゃ目見開いて、そしたら、いや、全然なんか光が見えるみたいな。光の前に人がおるからっていうのはたまに想像がつくけど。マジですか。言ってわからないかな。全然わかんない。ちょっとシャッター閉めた方がいいかな。はい、ではリリーちゃんから。はい、あの、私結構気配を消すのは得意なんで、うん、頑張ります。はい、エントリーナンバー1、はい、リリー。エントリーナンバー1、リリー。はい、エントリーナンバー2、うん、お名前は。お名前は社長。ザ社長。存在感がありすぎて。ではエントリーナンバー3、うっちー。はい、私も存在感どちらかというと薄い方なので、はい、存在感薄いとか言ってないよね。存在感を消せるって言ったのに。確かに会社に就職して存在感薄いとかいらんし。あ、泣いてる、泣いてる。泣いてますね。今タオルがもうめちゃめちゃに。でも会社の存在薄いとこれの存在薄いは話が別です。別ですよ、別ですよ。ではスタート。喋ったらあれですよ、場所がバレちゃう。アウトですね。撮っていいです嘘。一回ちょっと思いっきり空振りしちゃいましたね。ああ
あ、じゃあちょっと俺の方から告知1個、はい、あの足場というか、まあ、求人道場というか、まあ、ついに500社超えて、まあ、もうこのまま無料でも行こうかなと思ってるんですけど、職人さんぜひね、職人さんも登録すると、このマッチングみたいなのも、職人同士のマッチング、建設会社同士のマッチングとかで、会社から求職者にアプローチできるようなアップデートを考えてますので、うん、ぜひ登録の方、うん、すっごい増えてるね今で、ぜひそちらの登録と、あの外壁塗装とお客様、はい、これは本当にね、今俺毎日メールくるなんて、本当にめちゃくちゃ来てるね、本当にいい、それアプリっていうかウェブサイトになると思うので、はい、あの業界平均で、大体紹介会社っていうのが下手したら 25% ぐらいのことあるっていうのを、まあ、目標は 3%、まあ、5% 以下では絶対いける。その代わりも管理とかそういうの入らないですね。その代わりもそういうアプリの開発だけに時間お金をかけていくみたいな、一時期のだけで職人さんのまだまつめるじゃ ん、だからそこの分はやっぱコスト下げれるので、あのお客様にとっても職人さんにとってもいいような外壁マッチングできると思います。ぜひそちらの方もお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらの告知は、私個人チャンネル、まあ、足もヒトラーもやってるんですけど、あの私の個人チャンネル、会社員大谷の日常っていうのもやってますんで。ああ、そうだね、会社員、はい、会社員大谷の、あれ本名なの？あ、大谷は本名です。結構本名なんか予測してる人おるんですけど全員外れですね。ああ、そういうこと。大谷リリコとか大谷リサコとか言ってたんですけど、うん、です。下の名前も、下の名前は公開しないんで。ああ、そうか、はい。ああ、そういうことね。まあ、上の名前結構編集漏れとかでちょくちょく出ちゃったり、私の初出演の動画でももう編集漏れて出ちゃってるんですよ。あ、そうなんだ。大谷って、だからあの塗り替え道場リリーって調べたら、もう大谷って予測変化出てたんですよ。だからもうホームページでも営業紹介みたいなんで大谷って出ちゃってる。ああ、そうかそうかそうか。はい、下の名前出てない。下の名前出てないって。ああ、ないはい、怖もしね、なんかあんまりね、ファンが増えると、あの、はい、インスタのやつも見たけどさ、はい、変なやつもね、うん、そうですね、変なやついるけど、私つけても何も面白いことないですよ。いや、俺つけたよ。多分何も面白いことないですつけとることが楽しいんだから、そういうことですね。なんかじゃあ一言、お前の個人チャンネル泣き虫チャンネル。誰だけですか。こういうとこ。その方が何倍大事ですね。こんなに喋ってボツだったら悲しいかな。伊藤編集長にボツになるかもしれないってね。確かに。ぜひまたじゃあチャンネル登録でいいね、よろしくお願いします。はい、お願いします。またねー。